ね、今ね、本当に GoTo キャンペーンやめろって菅さんだか菅さんだか忘れましたけども言ったもんだから、こう大変だったんですよね、この業界。まあこの業界だけじゃないですけどね、本当にもどかしい思いで毎日いるんですけども、まあこうやってね、それでも一人でも二人でもお会いできることにありがたいなと思ってます、本当に。そして覚えて帰っていただいて YouTube を見てほしい。そして友達にね言うんですよ、あんた田村まさか知ってるかってね、知らんって言いますからね、知らんって言ったら、ないお前知らんのかい、ね、脅かしてやってください。そしたら友達は心配になってね、インターネットを検索して田村まさかって何者だ、ね、それで私の YouTube が出てくるって、そんな格好の話でございます。さて、うるさいです ね、マナーモードでしたね。さて、オカリナなんですけど、十数年前に、山の奥の、コンサートに呼ばれた時にね、まあこんな楽器だったら簡単でいいかなと思ってやったのがオカリナだったんです、ね。まあ、理由は簡単ですよ、安いし簡単だし、ね。それがね、すごいことが起きたんですよ。友達に頼まれてね、なんですかね、老人ホームに慰問に行ってくれねえかっつって言われて、まあいいよって言って、その時にね、車椅子に、職員の方が車椅子におばあちゃんを乗せて一番前に連れてきてくれた。そして、唱歌、ね、いろんな唱歌、赤とんぼだとか、ふるさととか、ふるさとっていう簡単な曲を見たら、そのおばあちゃんが歌を、ね、ふるさとを歌ってくれたわけで、ありがとうねって言ったら、職員の方が大騒ぎしてるんだよね。成田さん、すごいね、すごいね。ああ、そうか、このおばあちゃん、認知症なんだ。ね、それで、まあ、なんていうんですかね、芝居でね、そのおばあちゃん、その涙を流して歌ってんだよね。だから、私の方がもう感動しちゃって、演奏を続けるのがもう大変だったんだよね。果たしてピアノでこんなことあったのかって。もちろん皆さん拍手をくれるんだけども、こんな安い、こんな簡単な楽器で、こんな簡単な曲を吹いただけで、そんなに反応があるなんて、これはどういうことなんだろうね。このピアノを調べたら今、1個250万円しますよね。これ、6000円ですよね。ここにちっちゃいピアノがありますけど、これでさえ100万円で買えないもんね。さて、まあ、そういうわけで、その、ふるさとみたいな簡単な曲でもいいんだよっていう話なんですけど、今日来てくれた方は、ラッキーですっていうふうに言っておきます。12月に私の先輩がピアノをあげるよ、ね、あげるよ、ね、もらったんですけども、これなんでもらったかって言ったら、実は私ね、ずっと思ってたんです。弾き語りってあるじゃないですか、ピアノを弾いて歌を歌う、ね、それはできる、ね、それこそギターを弾いて歌を歌う、ところがピアノで伴奏してオカリナを吹くってできないんですよ、手が2本しかないから、ね、それができたらなって冗談で言ってたんだけど、これは自動演奏機能付きだから私が弾いたピアノが再現できるんですね。だから私がここにいるんだと思って弾いてくれたら、まあ少しは面白いかなと思いながら、最近はそういう舞台を披露しています。ふるさとからいきます。Thank you.
ね、いいでしょ、ね、まあ、今度昔 BG4 がね、そっくりさんでやったように張本の人形をね、竿でぶら下げて3人で動いてたんですね。ここに人形でもちょっとね、作ったら面白いんじゃないかなと思って、考えております。さて、最近何とか何曲かコンテンツを用意したんで、いろいろやってみたいと思います。アメージンググレース。
ハロー、クリーカーですね。それではですね、ちょっと古い曲なんですけども、これ言ってみたいと思います。宮川博さんが作って、ザ・ピーナッツが歌ってヒットした恋のバカンス。オカリナはね、ピアノと違って簡単ですから、ぜひお客さんもやったらいいですっていうね、何せ6000円です、まあ、私が売ってるやつはね。だけど、近くの楽器屋さんに行けば、最近ブームらしくてね、どこでも売ってます、大体7000円ぐらいから売ってます。ただ、オカリナ奏者として一番大事なことを伝えておきます。あらゆる楽器の中で、フルート、サクソフォン、クラリネット、トロンボーン、トランペット、あらゆる管楽器、ね、の中で、唯一、これだけが音程の微調整ができないんですよ、ね、フルートでも何でもそう、オーケストラが最初チューニングするときに、ね、音を合わせる、合わせようがない、ね、これは何ですかね、植木鉢みたいな素材ですからね、陶器、陶器、ね、それで道具とかって言ったら10個買ったら1、2個大体使えるのかっていうぐらい音痴です。めちゃくちゃ音痴です。なんでそんな状態で売られてるのか、もう悔しくてしょうがないんだけどね。まあそのこともあってね、私はもうピアノの調律もしますから、私が売ってるやつに関しては鉄筋コンクリートのドリルで 440Hz でチューニングしてますからね。まあもし今やってみたいという人はこれ買って帰ったらいいですよ。演奏用にちゃんと使えます。オカリナはね、そのバイオリンと違って10億円のオカリナなんかないですよね。宗次郎さんの名前がついたやつで10万円っていうのがありますけどね、それはすごいなと思うんですけど、よく10万円なんかつけるなと思うんですけどね、本当に。まあ、そういうわけで、楽器屋さん、楽器屋さんでオカリナを買う場合は、どんどん買ってあげればいいんだけど、
音痴だったら交換してくださいね、ね、そういう時はいいですよね。そういうことですね。さて、あと2曲、付き合っていただきたいと思います。一つは、アンジェラ・アキが歌った手紙、背景15の君へ。田村正香と申します。ぜひ覚えて帰っていてですね、あの YouTube がいっぱいありますね。昔やってたそのモノマネのシーンなんかもいっぱいあります。で、見ていただいてよかったらチャンネル登録なんかしていただければね、遅ればせながら YouTuber になれたらいいなぐらいに思ってますからね、どうあ決して CD を買ってくれなんては思ってはいますけども、そんなに強要はしません。本当にね、CD が1枚2000円、あの CD が今度9枚もあるから、これ何買ったらいいのか分からない。で、まあ、何買っても後悔はさせませんけども、最近こんなことやったら、ね、16GB のマイクロ SD メモリーにあるやつを全部、今まで出てるやつ全部入れてみた、140曲入れてみた、ね、まだまだスカスカです、ねね、これが1万円です、ね、大人買いしていただければ結構でございます、ね。さて、今日ね、また覚えていただくために最後、私一番好きな曲があります。竹内まりやさんが紅白歌合戦で歌ったらえらい受けてたって、
私全然知らなくてね、そのことね、つい数ヶ月前に、人から教えてもらって、なんだ、こんな知らなかったのかいって言われて、命の歌っていうね、これがもうめちゃくちゃ今聴いていて、こればっかりやってますね。最後には命の歌をお送りしてお別れしたいと思います。さっきも本当つくづく思うんですけども、コロナで、一旦は本当に何回もこのお客様がいない日もあったりしてね、それでそんな中でもこうやって来てくれて本当にありがとうございます、ね、数年つい2年前まではねインバウンドの、ね、人がいっぱい来てて来るのはいいんだけど行儀が悪いね、ここで会議さ会議こっちが演奏したんだけどこんなやろうと思うんだからそれでまあそれは誰も聞いてなきゃ私はやめて帰りゃいいんだけどもね、こんなとこで会議すんなよって日本人がね遠くの方でちゃんと聞いてんだよね、だったら私その人のために必死でやってね、まあそんなことあってこうやってちゃんと聞いてくれて本当にありがたいと思ってますね。田村まさか検索して YouTube 見といてくださいね、そしたらまた遊んでください。お客さんありがとうね、来てくれてね、やる気になりましたから、お客さん来てくれたからね、ありがとうございました。